こんにちは、浅井おじさんことフルッタフルッタの長澤です。今日は9月16日、浅井の日がまたやってきました。そして今日はなんとスペシャルゲストをお呼びしてます。皆さんこんにちは、浅井お姉さんこと浅井大好きサッカー選手の川澄奈穂美です。どうぞよろしくお願いします。もう10年ぶりですよ。10年ぶりですか？そんな経ちますかね。だって川澄さんがアメリカ行っちゃったんだもん。でもなんと凱旋帰国、この度日本でまたプレーすることになりました、ね、ちょうど川澄さんが不在の時にね、浅井の日ができたんですよ、はい、そのタイミングでひょっとして川澄さん来てくれるんじゃないかっていうことでダメ元で連絡しました、うん、メールいただいてもうすぐに嬉しいと思って、まあ、浅井の日があるっていうのも知らなかったですし、とても嬉しかったです。いや本当にそれでこそ川澄奈穂美そうですね、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。お願いします。うちの中央林間店で、はい、だって学生の 1年生の時からだよね。そうです、新規でオープンするっていうお店で、なんかジュースバーですごくなんか健康に良さそうだなと思って応募してみようと思ってバイト探してたんで。新規スタッフですよ、ね、そうです、もう第1号フルタフルタではもうその時のメンバーが強力すぎて、はいはい、未だに語り継がれている、はい、あの当時から、はい、その岡澄さんがフルタフルタでその浅井があるっていうのは知ってたんですか、はい、いや知らなかったです。最初知らなかったんだ。それこそその求人を見て、うんうん、はい、応募してみて初めてそこで浅井を知りました。あ、そうでしたか、はい、僕はもう浅井めがけてやってきたのかなって。いや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 、思ったんだけど違ったんだね。違います。あ、でもそれはでもうちの店で浅井を知ってもらったっていうのはとっても良かった、ね、いやもう運命だと思ってます。知れば知るほど浅井の魅力良さにもうのめり込んでいって、うん、まあねバイトするとその日1日1杯好きなのは飲んでいいよ、飲んで帰っていいよっていう形だったので、私は毎回朝飲んで帰ってましたし、はい、知ってましたバイトがない日も買いに行ったりとかしてました。もうそれぐらいハマってました。いやでも本当ね、川澄さんの朝飲好きはもうその半端ないというか、はい、で何と言っても覚えてるのは、はい、なんかキャラクター作ってくれたよ。あ、そうなんですよ。実は今日当時のキャラクター描いたやつ持ってきたんですよ。マジですか。これなんですけど、わ、なんかすごいアルバムになってます。そう、これ私がそれこそフルッタを卒業するときに、うん、当時のスタッフみんなが作ってくれたアルバムで、これ当時の写真も、これ働いてた時の写真なんですけど、このメンバーね、はい、本当みんな仲いいんですよね。そうなんですよ。で、T シャツも懐かしい。そうそう、でこれは私の応援にみんなが来てくれた時の写真とかねそう、なんかこんなのがありまして、こんにちは、いつもお世話になっております、中央林間店東島川澄です。実は中央林間店に浅井くんというキャラがいて、それを本社で本格的にキャラ化してほしいと本気で思っています。2005年12月の9日、この時に浅井キャラを作っていたら、あ、いや今頃ね、これは大変なキャラだ。いやそうですよ、ね、バズってましたよきっと。それを却下した本人を今目の前にして前向きな検討をお願いします、返事くださいとか書いててね。普通一バイトが社長にファックスをするっていういやもうなんか片鱗が出てましたねでもなんかそれぐらいしても平気そうだなっていう、なんか社風というか、なんかそういう雰囲気の会社だろうなっていう感じはしてました。はい、本社に送信済みって書いてありますからねあれからね、女子サッカーがあれほど有名になって、なでしこになって、そして優勝しちゃうところまで行くなんて、いやこの当時は本当夢にも思わない。いやいや思わないですよ、うん、その中心にあなたがいるという、もう僕らもう僕のずっとこう多分一生の誇りです。いや嬉しいです。このお店の時に一番好きだったその浅井のこうメニューっていうか、なんか覚えてます？浅井のストレートがとにかく好きで、さすが本格。はい、結構ね、うん、飲みやすい飲みづらいで分かれたりもすると思うんですけど、だからバナナの浅井バナナの方が人気はあったんですけど、うん、
私は断然ストレート派で、もうあのアサイの味が好きだったので。素晴らしい。はい。でもそれからその後に、それこそあここにも並んでますけど、ね、こういった形でアサイエナジーも出たので、すごくあの手に取りやすい商品になったなっていうふうに思って、あの今でもお店にね並んでるとついつい行って買ってます。ありがとうございます。バナミって呼ばれてたじゃん。あ、そうです。はい。だからなんかこうアサイバナナだったのかな、はい、ちょっと思ってたんだけど。違うんですよ。違うんですよ。バナミの名前の由来は、当時あのカシューのジュースもあったんですけど、はいはい、カシューバナナミルクで出してたんですね。でそのカシューバナミって書いていつもストックでね、あのやってたんですけど、そのカシューがカシューカシュミーカシュミーに似てるねっていう意味のわからない、そのバイト仲間からの指摘により、えなんかカスミナホミってカシューバナミと似てないみたいな、はいじゃあバナミねみたいな、そういうとってもくだらない理由で面白いですよね。もうそれからもうバナミでもう定着してます。バイト行くの本当楽しみにしてました。いつももう今でもメニューいろいろ覚えてますよ。それこそクプアスとかも、ね、結構癖ありますけど、あれヨーグルトと混ぜると意外とスッキリして飲みやすくなりますし、天然のものからこう栄養が取れてるっていう感覚もやっぱり、まあ、当時はね学生でしたけど、スポーツやってる身の人間としてはすごくいい商品だなっていう風に感じていて、よくぞ言ってくれました。いやいや、もう本当に流行ってるねサプリとかそういうのとはまた違う天然のものから取れるっていう、なんか気持ち的にもすごく体にいいなっていう感じがして。そうですね、はい。アサイがそのブラジルではもうサッカー選手なんかも普通に飲んでたんですけど。そうですよね。それも知らなかったんだ。じゃあ知らなかったです。あ、そうなのね。バイト始めてから聞いて、そんなブラジルでみんなが食してるんだったら、そりゃサッカー選手にいいに違いないっていうメンタル的なところも含めて、サッカーする人ってブラジルは聖地ですね。そうです ね、うん、やっぱり私がいいって言ってるものは、うんね、いいんだろうっていう。アサイの日ということもあるし、はい、本場のアサイの食べ方をちょっと再現したい、はい、ということで、あの氷用意しました、はい、もうまずお肉がなとかね、エビがあるのがもう不思議です、アサイと一緒に、はい。まあ、ブラジルではまあこれ普通のね、あの食べ物なんだけど、うん、あのこういうアサイをご飯のように、うん、あの普通だったら日本だとおひつですよね、うん、そのご飯に当たるところにこうアサイがあるみたいなイメージ。あーでレストラン入ると必ずおかずとこのアサイが出てきます、うん、はい。でアサイのふりかけと言われるファリーニャっていうんですけど、ファリーニャ、うん、が出てきます。でどういう感じかというと、うん、まずアサイをこのボウルに注ぐんだよね、はい。まあ、ブラジルだとこれの3倍ぐらいかな、まあ、これもう1杯で終わっちゃうぐらいだけど、はい、ちなみにこれエビと、これは何だ、魚のフリットですね、うんうん、お魚で、お肉、お肉、ブラジルはもうとにかく、ね、干し肉が多いんですけど、で要はね、こういうものってそのアマゾンの場合、はい、すごくその保存のためにあの塩気多くするんだよね、うんうんうん、塩辛いんですよ、うんうん、で、喉からいっちゃうでしょ、うん、でそれがこのアサイをかけるとですね、うん、すごくあのまろやかになるって話なんだけど、でこれ先ほどの、まあ、ふりかけ的にこう食感がちょっとこうもうここに入れちゃうんですね。うーん、これだけで召し上がる人もいるんですけど、うんうん、今日は料理なの で、はい、でこれを、はい、こんな感じでジャーっていっちゃいます、はい、さっき言ったように本当はディッピングなんだけど、うんうん、まあ、今日はおしゃれにね、ソース、はい、ソースをかけるような感じですね。チョコレートかけみたいな感じ、うん、こんな感じで召し上がってください。はい、あ、え、これいただいていいんですか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、アサイをたっぷりつけて、まあ、アサイの味はね、私は知っているので、うん、いただきます。ちなみにこのアサイは全くお砂糖も何にも入ってない、うん、酢のアサイです、うんうんうん、アサイって、うん、そんなに主張した味じゃないじゃないですか。そうですね、だから、うん、本当さっきおっしゃってたようにやっぱりお肉に塩気が多いので、うんうん、ちょうどよくなりますね。なんかそうです、味が、うん、そうなんですよ。美味しい、うん、で実はこれがやみつきになるという人が続出なんですよね、うん、
もういつの日か日本でもこういう風にしてみんな食卓でね、アサリを、そうですね、まあ、ご飯の代わりに使ってもらうと嬉しいな。もうこれですごく栄養取れますもんね、うん、アサリの栄養が。でご飯と違ってね、アサリはものすごく低糖質なんです、うん、だから栄養が取れて低糖質だから、うん、もうバッチリなんですよ、理論的にも、うん、本当ですね。アスリート食ですよ本当。あとアスリートとして嬉しいのが、あのそうですね、日本だとちょっと誤解されちゃうかもしれないんですけど、カロリーは結構あるじゃないですか、うんうん、でもカロリーって大事なんですよ。それこそ、まあ、アスリートからすると脂質とか、うん、その糖質のところとかちょっと気になったりはするんですけど、うん、カロリーはやっぱり取らないとエネルギーは必要なので、うん、なんかそこはアサイのいいところだなって思ってます。アサイのカロリーはほとんどがあのアサイの中に含まれるオメガ関係の脂肪酸なんですね、うん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 、でもそのすごくオリーブオイルに似てると言われてるんだけど、うん、めっちゃめちゃ燃焼するわけです、うん、でおっしゃるようにそのカロリーは必要なもんだから、うん、悪いカロリーじゃない、うん、でね、おかずがない場合は、うんうん、もうアサリだけで食べるんです。だけどやっぱりその時アクセントになるのがこの、はい、先ほどのファリーニャで、はい、この時はちょっと多めにかけるんですね、はい、いいですか。ありがとうございます、まあ、お好みに応じてなんだけど現地の人も結構山盛りにかけます、うんうん、でちょっと混ぜてもらって、はい、でそのカリカリ感を味わいながら、うんうん、そのアサリとのこう何ていうんですか相性を見てください。いただきます。でこれ実はファリーニャって言うんだけど現地ではタピオカなんですね。だけどタピオカの作り方がちょっと日本とは違う感じですね、うんうん、カリカリしてるじゃないですか。うん、美味しい。僕にとってはふりかけなんです。確かに確かに、パン粉みたいな感じ、うん、ね、うん、アサリの味をしっかり感じられるので。ですよね、これも好きです。ですよね、はい、はい、まあ、これはまあとにかく現地の、うんうん、まあ、あのこっちのアサリの食べ方なんですけど、あずみさん普段はどんな感じでアサリ召し上がりますか。私はやっぱアサリボールが好きですね。だよね、はい、作っちゃいますか。作っちゃいますか。覚えてます。作っちゃいましょう。ちょっとお店思い出して、はい、作りましょう。はい、私の好きなアサリの食べ方なんですけど、すごい、まずこのアサイピューレですね、こちらとあとバナナ、ブルーベリー、イチゴ、あとはグラノーラとハチミツを準備します。作り方なんですけど、もう本当にこのピューレの裏に書いてある作り方通りでいつも作っていて、バナナ1本とアサイのピューレ凍ったやつをほぐします。ハチミツをだいたい小さじ1杯から2杯ぐらい入れて、あとは氷も好みで 3,4 粒入れるとシャリシャリ感が増して美味しいんですけど、それをブレンダーに入れて混ぜたものをボウルに移して、アサイの上にブルーベリー、ストロベリー、グラノーラをトッピングしたらもう完成です。バナミスペシャルアサイボール完成です。じゃあこれぜひ召し上がってください。うわーすげー私が召し上がってくださいっていうのもなんか変ですよね。いやもう本当にお店時代のおやすみさんを、はい、思い出してますから。さすが年季入ってるよね。いやそうですそうです、すごいな。じゃあ早速いただきます。いただきます。うん、この味最高。この味ですよね。これはゴールデンレシピですから。バナミスペシャル、バナミスペシャルです。本物だね。そう、このピューレと一緒に他のフルーツも食べれるっていうのが私はすごく好きで、やっぱりねベリー系合いますよね、うん、ちょっと酸っぱいのが入るとやっぱこの濃さね、うん、これはもう本当やっぱりあのさっきの現地のさアサイも美味しいけど、うん、ね、フルッタフルッタのアサイって本当にアサイの味がするから私はすごく好きで、うん、アサイって時期によってちょっと水分多い時とふわふわの時とかもあるじゃないですか。そういうのがバイトの時もなんかこうパルプを扱って開ける時に、あ、今回のはちょっとふわふわしてるなとか、あ、今回のちょっと水分多いなとかは分かるぐらいのバイト歴でした
僕は結構ね、めんどくさがりなんで、はい、トッピングなんかこうなかなかできないあの、アサイにもうヨーグルト半分ガッと入れて、確かに確かに、で、グラノーラガシャッとかけて、うんうんうん、シャピシャピとやると1分飯、うんうん、それも美味しいですよね。確かにヨーグルトとの相性もすごくいいですね。今日はまあ最後の日だけど、いろいろこう歴史を思い浮かべると、うん、まあ、川澄さんとも10年間が離れてるでしょ、はい、でこの間って本当いろんなことがお互いありましたよね、うんうん、特にアメリカの10年間って、はいはい、まあ厳しいと思うんですよね、まあ、言葉の壁はあるし習慣は違うし、はい、まして、ね、違うチームメートと記録を出さなくちゃいけない、はい、結果を出さなくちゃいけない、はい、でそういう時に一番大きなこう苦労っていうか、うん、克服しなくちゃいけない問題ってどんなことがあったかお聞きしてもいいですか。そうですね、やはり海外に行くっていうと今おっしゃってたように、ね、言葉が違う、文化が違う、そのサッカーだけで言ってもやっぱりサッカーのプレースタイルが違う、身体能力が違う、日本にいたら多少はちょっとスピードが売りだねっていう風に言ってもらえてましたけど、もうアメリカに行ったらそんなものは売りでも何でもなくなりますし、体も大きいし早い、そうです。でもそうなった時にじゃあ何が必要なのかなって考えて、こう日本にいたら絶対に挑戦しなかったことだったりとか、こう自分ではやらなかったプレーっていうのをアメリカではこうトライしてやれるようになったっていうのがやっぱりアメリカに行ってよかったなっていうことの一つですね。10年間続けるって大変じゃないですか。もうすぐ戻ってくると思わなかったんですか。いや私もでも正直そんなに長くいるとは思ってませんでした。あ、そうなんだ。はい、でもなんかこうやっていくうちにすごくアメリカの面白さに惹かれ、まだまだここでやってたいなっていう思いが芽生え、やっぱりアメリカってずっと世界のトップを走り続けてきている国なの で、ね、女子サッカーでは、ね、やっぱそういったところに身を置いて日々こう、ね、自分をこう鍛えるっていうことができるのは、おそらく、ね、20年後30年後振り返った時にそんなにできることじゃないっていうのは思うだろうなって思いながら、もう一日一日をそこにいられる幸せをかみしめてやってましたね。すごいよね。うん、あずさんにとってのそのなんか今のこう目的みたいなことあるんですか。目的ですか。私は今はとにかく女子サッカーを日本の中で日常にしたいなって思ってます。素晴らしい。うん、素晴らしい。それがあるからできてるんですね。そうです。あの、ね、昔はね、自分が例えば上手くなりたいとか、まあ、今も思ってますよもちろん、とか代表に入りたいとか、そういうののやっぱり占める割合が多かったんですよ、大きかったんですよ、サッカーをやってる理由として。ただ今はそういったところをいろいろと自分の中で経験してきて、海外にも行ってキャリアを重ねた中で、その自分のためだけにサッカーしてる、ステージではなくなってるなっていうのは自分の中で自覚してます。やっぱりその自分だけの利益じゃないものに対してやるとすごいエネルギーが出るっていうか、続くっていうか、いやきっと川澄さんそうなんだなって僕は思ってたんですよね。まあ、フルタルタもそういうそのところがあってちょっと勝手にシンクロさせてたんですけど、女子サッカーをね、そのもう日常のものにしたいっていう、もう本当全く同じで、アサイをテーブルフードにしたりですよね。まあ、素晴らしいフードですけど、でもそれがこうあの最終目的じゃなかったっていうか、そのアサイが増えることでアグロフォレストリーっていうその森を作るような畑が増えるわけですよね。今アマゾンってね、50万ヘクタールって言ったかな、もう大変なもうエリアがもうなくなってるんですね。でもみんながアサイを食べ出して、で森を作るような畑が増えたら、そのアマゾンフルーツいろいろあるんだけど、そういったものがテーブルフードになってくれると、もう一気に森が蘇る、で。そうすると、僕たちの多分3世代先とか4世代先とかぐらいの人たちがハッピーになる。でそれを今やらなくちゃいけない。そうじゃないともう先がないみたいな。なんかそんな感じでやってるんですけどね。未来のためにっていうのもすごく大切ですよね。なんかその自分がやることによって誰かの夢につながったりとか、なんか
すごく壮大なことを話してはいるなとは思うんですけど、サッカーが日常にあることによって仕事頑張れたりとか学校が楽しくなったりとか、ね、時には負けて、ね、すごい悔しいっていう感情をファンサポーターの方も共有してもらって、なんかね、感情の起伏を楽しんだりとか、それすらもね、そのこう一つとして女子サッカーが皆さんの日常にあったらいいなっていうふうには自分の中で考えてて、川澄さんがアメリカから戻ってきたっていうのは僕らとすごく勇気をもらったし、うん、挑戦し続けるっていうのもすごい強い刺激をねもらった感じで、これ食べたとしても頑張らなくちゃっていう気持ちにまたなりましたね。人はね、こう約束された未来の方にこうね進みたくなりがちというか、そっちの方が、まあ、楽っていう表現が合ってるのか分かんないですけど、まあ、そうなりがちですけど、まあ、例えばね、今私は新潟のチームに所属していて、優勝を狙えますってそんなね胸を張って言えるほど強いチームではないと思うんですよ、今はまだ。でも私はそういうチームになれるって思って信じてますし、で実際にプレーしてみて、やっぱりファンサポーターの皆さんの熱さっていうものにすごく後押ししてもらっていますし、だからこそなんかそういった皆さんと絶対笑い合いたいって思うし、無理だよって思う人がいるかもしれないです。でも私はもう今口に出してこのチームでタイトルを取りたいってことを言ってるんですよ。やっぱり言い続けることで自分自身もそれに対して責任が生まれますし、やらなきゃいけないですし、で言ってるとね、みんなが応援してくれるんですよ。だそういう雰囲気を作るっていうのもすごく大切だと思うので、無理だなって思われてるぐらいのことを私は追っかけて掴みに行きたいなって今は思ってます。できることは全て応援しますから、はい、ぜひよろしくお願いします。ちょっと新しい商品ができたんで、ちょっとご紹介していいですかね、はい、こういうね、はい、この商品なんですけど、はい、これは家でね、簡単に誰でも、うん、アサイボールができるよ。今だとほら、ピューレをさ、買ってきてさ、はい、それでブレンダー回してって、そうですよね、うん、はい、まあ、結構めんどくさい、お好きな人はね、はい、できるけども、うんうん、でもそういうことをしなくても、うん、これだと最初からアサイボールミックスした中身が入っていて、手でね、うんうん、ほぐせば溶けちゃうし、うんうん、でそのフルーツ自分の好きなところつければね、60秒で完成。うーん、初めて見ましたこれは、はい、なんかこの CO2 削減っていうマークとかも初めて見ました。さすが目の付けどころが違う。これ実はね、はい、先ほどお話したアグロフォレストリーで、うん、せっかくいいことやってんだから、うん、それをもっとちゃんとその見える化しようよっていう思いがあって、うん、はい、森が CO2 をその吸収する量を出して、はい、今度その量、その森から出てくるアサイを始めたとしたいろんなフルーツが出てくるでしょ、はい、それと割り込んでやると、はい、そのフルーツの 1g でどれぐらいの CO2 を削減したかっていうことを表現できるんですよ。アサイを買って食べて健康になって、うん、あるいはその力をつけて、うん、でもそれだけでもないよって、はい、なんかちょっとこうこ心の栄養もね、はい、これでそのこういうのが見えてると、うん、なんか作るのかなみたいな思いなんですけど、うんうんうん、これはもう初めて僕たちが試みとしてやることなんですよね、うんうん、最近、うん、でも私も何かこう商品を手に取るときに、もちろんこれ食べたいとか、あ、これ可愛いなで買うこともあるんですけど、うん、なんかその商品のバックグラウンドを知ったりとかストーリーを知ったりすると、さらに手に取りやすかったり、応援しようっていう気持ちになるので、特にそのアグロフォレストリーっていう農法でもう20年前からそれをされてるわけじゃないですか。実際には森を作るなんて言ったって、うん、この畑ってできるまでに最低20年かかるんですよ、ね、うん、で、うん、多分30年40年っていうような年月をかけて、うん、その現地ではやっていく話なので、うん、皆さんが楽しんでもらうアサイが、うん、やっぱそういう長い年月かけて、うん、で地球の裏側でなんかちょっといいことしてるみたいなことをなんか知ってもらうとね、うん、2度目の美味しさみたいなね。それこそ私がバイトを始めた時からこのアグロフォレストリーっていう農法を古田ではしていて、でそれを聞いた時も私はすごく衝撃を受けて、あ、
なんて素晴らしい取り組みをしてる会社なんだろうって思って、その一員でいられることがちょっと誇らしかったっていうのもあって、なんでそれで森が作れるかっていうのを補足させてもらいますとね、それこそね、今森林伐採とかでね、だんどんどんどん森が減ってるっていう話なんですけど、この農法でやると、なんかこういろんな植物を一つの場所に植えることによって、背が高くてこう太陽を好むものもいれば、日陰だからこそ育つ植物もいて、でそういういろんな種類のものを植えることによって、こう森が生き返って、そこで育ったフルーツたちが皆さんの元に届いてっていうことで、フルーツをいっぱい食べることによって森ができて、なんかあたかも森を作るためにみんなでいろんなフルーツを食べるみたいな、でまたこれを発明した人たちが日本人だったっていうのがね、まあ、僕がこの仕事を始めた時にやっぱりすごく大きなファクターで、で神戸のチームに呼ばれたけど、僕は神戸出身 で神戸から移民で行った人たちなんですよ、ブラジルへね。でこの人たちが農業をやる目的で行ったんだけど、まあなかなかうまくいかなかったんですね、アマゾンではね、一つ その植物だけをこう大量に生産するっていうのが、まあ、向かないエリア、で逆にでもそのジャングル行くと、まあ、あれだけのこうね生い茂ったものがあるのに、どうしてその自分たちの農業うまくいかないの、っていうと、多様性っていう、自然だから当たり前なんですけど、僕らこう日本なんかいるとそれ分からなくなってくるんですよね、だけどその多様性みたいなものを失っちゃうと、実はうまくいかないエリアがいっぱい地球上にはある、でそれをちゃんと気がついてちゃんと再現させたってすごくないですか。いや、すごいと思います。それが日本人だと思うんですよね、でどうしてこんな農業思いついたんですかって何度か聞いたんだけど、まあ一つはサバイバルですよね、もう生き抜くためにその森の真似しなくちゃ、まあジャングルですよね、でももう一つはそれを見た時に、あ、なんか思い出したものがあるっていう人が多くて、でそれは何ですかって聞くと、要は里山なんですね。周りの自然を大事にしないと、山からちゃんと栄養分を得てもらえとか、でこういうその自然の仕組みみたいなものをちゃんと取り込んだ農業っていうのはやっぱり伝統的にやってたんですよね。だからこれ考え方じゃないですか。発想がなんかこう DNA にこうやっぱ刻まれていて、それがアマゾンでアグロフォレストを作ったんですね。地球の裏側ですけど、なんかしっかりつながってるんだなっていう感じがしますね。2025年に、いよいよCOP30 っていうのが開催される、世界の地球温暖化会議ってあるでしょ、でいよいよ最後はもうアマゾンでやるのかぐらいの勢いでやるんですけど、ここでアグロフォレストリーが多分テーマになるので、そんな時にもっともっと世界中の人がね、アグロフォレストの良さと、実は浅いってアグロフォレストリーかよみたいなことをね、知ってもらいたいなと今からワクワクしてるんですけど、だん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 まあ、そういう本質に近づいてきたなっていう感じはあります。いや、改めまして、浅井日本上陸20周年おめでとうございます。ありがとうございます。これからふるったふるったはどう進化していくんでしょうか。この20年って本当あっという間だったし、浅井という名前を知ってくれた20年だったかなっていう気がします、これからはその浅井の意味をもうちょっと分かってもらえないから、自然が相手のビジネスなので、もっともっと先の長い道のりだけども、まあ、着実に歩いていきたいと思ってます、川澄さんはこれからどうされるんですか。そうですね、まあ、私はさっきもちょっと触れましたけど、やっぱり女子サッカーがね、もっともっとこう日本の生活に密着したスポーツになるように、頑張っていきたいなっていうふうに思いますし、現役で続けていくためには個人としてはもう浅井のようになりたいなって思ってます。やっぱり浅井は過酷なアマゾンの環境で育ってるからこそ栄養分を出しているじゃないですか。なので私自身も日々過酷なトレーニングに耐えて、自分自身をこうね、エネルギーをアップさせてアスリートとして成長していきたいなっていうふうに思ってま す、今日は川澄さんとこんなにたくさん浅井の素晴らしい話をすることができました。まさに浅井の日にふさわしい一日だったと思います。ますます皆さんの健康と浅井の発展を願って乾杯したいと思います。
ちょっと一つ。ありがとうございます。大好きなやつ。覚えてます？覚えてますよ、はい、もう。じゃあ私の声に合わせて乾杯したいと思います。はい。ではせーの、アサイー。